どうも。今回は本当に検索してはいけない言葉のみ紹介します。視聴する際は自己責任でお願いします。まずは、こちらのワードを検索します。こちらは、世界中で大人気のアンダーテイルの二次創作の一つです。あらゆるアンダーテイルの平行世界の時間軸が停止したことで、平行世界同士が融合してしまった地下世界が舞台となっています。その環境により違う世界の同じモンスター同士が融合してしまい、イットと呼ばれるモンスターへと変貌しています。原作のアマルガムよりもはるかにおぞましい姿で、音楽も不気味に変貌しているため、数多く存在するホラーワードの中でもトップクラスの怖さです。今からその一部を紹介しますが、ホラー耐性のない方はもちろん、本家アンダーテイルの雰囲気を壊したくない方は飛ばすことをお勧めします。はい、このようにおぞましい見た目になったり面影が残ってなかったりします。アンダインに至ってはマジで面影なさすぎてやばい。当時は英雄という概念を知らない人が多かったため都市伝説として話題になり、ゲームをダウンロードすると PC が故障するなどのデマ情報が広がったこともあります。そもそもゲームとしての本編は公開されていない上に、制作者のキーラーザ・キャット氏がチームを離れたため打ち切りとなっています。あくまでも本家の世界観とは一切関係がないことを心に留めておきましょう。ただし本格的に怖いのはここからです。これくらいなら余裕だろう。と油断して細かく調べると、より一層おぞましいモンスターの画像がヒットします。その画像がこちら、さらに閲覧注意。これはそれなりにホラー耐性ある人でもなかなか厳しい気がします。また、今回紹介した画像以外でもおぞましいモンスターや不気味な BGM が数多く存在するため、安易な気持ちで検索しないようにしてください。あと無駄にがよく高いなこれ。続いて、こちらのワードを検索します。タイヤネックレスは、南アフリカで1985年頃から行われ始めた処刑法の一つ。処刑対象者の首や腕にガソリンを染み込ませたゴム製タイヤをかけ、その上で火をつけて焼き尽くすことから、そう呼ばれています。自警団による死刑として行われることが多く、意外と近年でありながら最も恐ろしく苦しむ処刑法の一つとして有名です。その実際の画像がこちら。はい、左の画像以外は全て本物です。顔は激しく焼けただれ、ゴムは体内にまで溶け込み、生体まで焼き尽くし、20分以上かけて体を燃やし尽くすという、想像を絶する最後です。当時のアフリカは警察も手に負えないほど治安が悪かったことで自警団が現れるようになり、このような処刑法が行われるようになったのです。悪人を罰するためとはいえ、これはあまりにもやりすぎだろう。しかも写真だけでなく映像までヒットします。その実際の映像がこちら。こちらが南アフリカで実際に行われたタイヤネックレスの映像です。動画に映っている男性が処刑された詳細については不明ですが、このような恐ろしい処刑が実際に行われているのです。何が一番恐ろしいって、人間が燃える光景に嫌悪感を抱くどころか、周りの民衆から拍手や歓声が聞こえてくることなんですよね。正義の鉄槌を下す、という表現にするにはあまりにも度が過ぎている。続いて、こちらのワードを検索します。先に言っておくと、ピッチャーを務める女の子ではないです。そもそも男性もいます。簡単に説明すると、前半は中心、後半は中心のどきつい映像です。この時点でお察しください。その実際の動画がこちら。再生する前からもう嫌な予感しかしない。とりあえず BGM のチョイスもうちょっとなんとかならなかったんですかね。ちなみに開始早々、ろくぼくにて足をロープでくくりつけられている女性が、し
していて、まるでジュースのように隣の男性がコップに入れているというどきつい場面です。しかも男性はその女性にジュースを飲ませています。世界にはいろいろな人がいるので、まあそこまで驚かないものの結局どきつい。あ、このシーンは上の部分だけなら映しても多分大丈夫ですね。二人とも普通に楽しそうな表情をしていますが、やってることは本当にヤバいんですよね。しかし地獄はこれで終わりではありません。ここからは以前紹介した2ガールズ1カップのように伝説の茶色を食べる映像が続きます。しかも男性から出されたものを女性が食べているという、おそらく衛生面上では前半より危険となっています。前半の方がきついか後半の方がきついか同じくらいきついか、その感じ方には個人差がありそうですが、全て強烈です。このあたりで衝撃の事実、実はもう一人女性がいることが判明します。男性と一緒にヌリヌリしています。あまりにも明るい曲なので油断しがちですが、海外でも有名な衝撃映像なので、気軽な気持ちで視聴すると一生後悔することになるので注意。続いて、こちらのワードを検索します。このワードを検索すると、耳かき密室殺人事件という動画がヒットします。タイトルの時点で嫌な予感はしますが、もちろんただの耳掃除の映像ではありません。それでは、虫が苦手な人にとっては絶望的な映像を流します。不幸中の幸い、この動画はニコニコに投稿されている上にコメント数も多いので、今回はニコニコのコメントと一緒に動画を見ていきましょう。この時点で耳垢とともに何かしらの虫が詰まっていることがわかります。糞などの可能性もあるようですが、多分虫です。ここからいよいよ虫を取り出す作業が始まります。どんな虫なのかわからないくらい原型をとどめていませんが、それでも十分恐ろしいです。たった今摘出された虫は案外小さかったですが、これは始まりに過ぎません。実は耳の中に入ってる虫は一匹だけではないのです。次々と耳垢や虫が取り出される地獄のような光景、これがなんと5分間も続きます。そもそもなぜここまでひどい状態になったのかは謎のまま。動画の終盤に強烈なラス殺しがあるので、その瞬間まで飛ばします。はい、耳から取り出された最後の虫は、うっすらと見える、羽のようなもの。そう、これは間違いなくみんなのトラウマ、G です。つまり、耳の中に数匹の虫と伝説の G が入っていたという、想像すらしたくないような事実が判明するのです。ニコニコのコメントからも、今流れてる YouTube のチャット欄からも、大人気アイドルの登場に大歓声が沸き起こっていることがわかりますね。最後の最後に、約5匹の虫たちすべて見せてくれる特大サービスシーンがあります。でかい G は色が落ちていて、とてもじゃないけど見るに耐えません。実際の動画にはモザイクなど一切なく長いので、虫耐性がある方でも実際に見るときはそれなりに覚悟しておきましょう。あと2連続で思ったけど妙に BGM 明るいなおい。続いて、こちらのワードを検索します。このワードを見た際、検索してはいけない言葉とは到底思えない、もしくは危険度最弱クラスのワードだと思うでしょう。しかし実際は決して笑えないサイトがヒットする上に、危険度が極めて高い今回の中でもズバ抜けてグロいです。して間もない大量の遺体画像に対して大喜利をするという、とんでもなく不謹慎な内容です。その衝撃のサイトがこちら。このサイトは不謹慎ではあるものの関与してるわけではなく、むしろ減らすために作られたサイトのようです。実際にしてしまったものの画像が大量に出てくるので、確かに思いとどまる人が増えるかもしれません。しかし YouTube などの生きがいを見つける方が効果的だと思うので、特にグロ耐性のない方は検索しないことを推奨します。ただこの猫動画だけめっちゃくちゃ気になる。癒し動画だと信じてるけど、サイトがサイトだから正直再生するの非常に怖い。
私の影響で人生が好転したならば、私に恩返しをしましょう。それが人としての礼儀です。もし恩返ししなければ人間のクズです。と毎回のように言っていたり、右のバーでも振込先を載せていることから、自害防止というより金銭目的で立てているようです。あらゆる面で想像以上にヤバいです。非常に長い電波文が載っていることからサイトはだいぶ縦長になっているのですが、一番下までスクロールすると、なぜかアダルトサイトの広告がいろいろと載っています。ここがグロ画像じゃないのが不幸中の幸いですが、それでも一気に下までスクロールするとびっくりすると思うので慎重に。く。やっぱり猫動画だけどうしても気になる。安全なものであると、強く願いながら再生します。ああ、本当によかった。何事もなくてよかった。この点に関しては視聴してくれてありがとうございました。もう行きたくない人に向けてのメッセージという項目をクリックすると、このようなイラストが出てきます。イラストは可愛いけど他がぶっ飛びすぎてるから何とも言えない。そしてここからが最大の問題点。こちらの記事などに大量の自丸画像とともに不謹慎なギャグが数多く載っているのです。意味不明な下ネタと一緒にね。なんか動画あるんですけど、スルーしておきましょうか。いや、やっぱ気になるから少しだけ見る。もしかしてこのサイトを設立してしまったご本人ですか？はい、どうもこんにちは。自殺ダメおよび他のグロテスクな写真や動画を多用した自殺防止サイトを制作した斉藤健一と申します。マジかよ。はい、なんで今日はここに来たのかというと、それよりも私はなんで一瞬マスクを外したのか気になります。まあこんなとこ見られたら恥ずかしいんですけど、最低限の生活であれ吹っ切れれば生きることができるということを強く印象付けて、あなたに生きてもらいたいがために撮影する動画です。はい、この動画が気になる方は見に行ってはいかがでしょうか。ちなみに31分あります。そして肝心なギャグの内容は、下半身の痛いに対し、これはさすがに死に様としては恥ずかしすぎる。誰かズボンを上げてくれー。など、いろいろな意味で笑えないギャグがずっと続きます。以前紹介した東京プークは正直センスがいい上に不謹慎ではなかったものの、こちらは不謹慎な上にセンスがお世辞にもいいとは言えない。続いて、こちらのワードを検索します。過剰歯とは、乳歯20本、永久歯28から32本より多く生えてきた歯のことです。40人に1人ぐらいの割合で発生するので、決して珍しくはありません。親知らずとは別ではあるものの、それと同じように他の正常な歯に悪影響を及ぼす可能性が高いので抜く必要があります。まずは実際の写真をご覧ください。このように、歯並びが悪くなる原因になる可能性が高く、女性よりも男性に多く見られるようです。他の歯よりはるかに小さい場合が多いものの、稀にどれが過剰しかわからないほど普通の歯と同じ大きさになる場合もあるので、個人差が大きいです。ここまでは検索してはいけないレベルではないものの、問題はここから。このワードを画像検索すると過剰歯の写真が出てくるのはもちろんですが、なんとびっしり生えたコラ画像や口が変形した画像まで存在します。集合体恐怖症にとっては特にきつい画像2枚がこちら。おそらくこの2枚がこのワードの最強候補です。左はコラ画像だと判明していますが、右はコラなのか本物なのか曖昧です。普通に過剰歯について調べるとヒットしてしまうので、検索してはいけない言葉なのに検索されやすい、という意味でだいぶ危険です。こんなに歯が生えるわけがない、と思う人も少なくないでしょう。しかし、なんとインドでは7歳の少年の口から526本の歯が摘出された事例があり、実際の映像も残っています。
非常に小さいものばかりではあるものの、一番小さい 0.1 ミリの歯ですら歯間と歯根があり、エナメル質で覆われていたことが判明しています。なお、これは複合性集合歯芽腫という極めて珍しい症例だそうです。少年は手術3日後に退院し、歯は健康な状態の21本に戻り、完全回復が見込めるとのこと。過剰歯の例の2枚についてはコラ画像の可能性が高いですが、本当にここまで不思議な現象が起きるんですね。自分の歯は大事にしよう。これが今回最後のワードです。先に警告しておくと、今から紹介するのはシリーズ史上初の動画であり、今までの中で最も残酷で腹立たしい内容を取り扱います。文章だけでも非常に胸クソであるため、今以上に残酷なのが無理ならここで視聴をやめることを推奨します。それでも大丈夫な方は引き続きどうぞ。ウクライナ21とは、2007年に起きた連続殺人事件。すべてウクライナに住む19歳の若者3人によって実行されました。彼らによって殺害された被害者の人数が21人であるのが由来とされています。被害者は女性や子供、老人やホームレスなど、犯人たちが自分より肉体的に弱い立場だと判断した人たちでした。鈍器で頭部を殴打したり、アイスピックを目玉や内臓に突き刺すなど、生きたまま体を破壊するという。あまりにも残虐非道な犯行であることから世界中で大きな話題となりました。この事件の主犯格の男の名は、イゴール・シュプルニャク。幼少期から素行が悪かった彼はドニプロペトロウシクに引っ越してきて、同じ学校に通うサエンコやハンザと仲良くなったそうです。サエンコとハンザは裕福な家庭で育っていて成績優秀だったものの、内気な性格だったことからいじめられていました。素行が悪いシュプルニャクと出会ってからはサエンコもハンザも成績を大きく落とし、どんどん悪の道へと導かれていきます。シュプルニャクは自分たちの弱さを克服するため動物虐待を提案。二人はそれに承諾する形となり、さらにその様子を動画撮影することに。この異常行動に快楽を覚えた彼らは次第にエスカレートしていき、無免許タクシーや強盗にとどまらず、ついには殺人に発展していったのです。ハンザは血液恐怖症を患っていた影響で殺人には関与していないものの、ここまで残虐な犯行に同調した上に強盗などを行っている時点で同類です。肉体的に弱い動物や人間のみを襲い、極めて残虐な拷問をすることで閲落にしたり、自分たちが最強だと勘違いする、まさに史上最悪のサイコパスと呼べるでしょう。本当の強さを知る者とは真逆な行動すぎて、同情の余地など一切ありません。もともと犯人たちはスナックフィルムとして販売するつもりでしたが、何者かが動画サイトに流出したことで事件の残虐性がより伝わることになります。今から発見された映像の一部を流しますが、想像を絶するほど残酷であり、音声だけでも辛さが伝わるので面白半分で見ないようにしてください。動画開始時点で女性は襲われており、頭から出血しています。犯人たちは体中をハンマーのような鈍器で殴り、そして女性は激しい痛みにより悲鳴を上げます。頭や顔の部分まで叩いており、とても人間がやる行為とは思えません。この場面だけでも十分犯人たちの残虐性は伝わると思いますが、皮膚をアイスピックで突き回すなどさらにエグい動画も存在するようです。何度も鈍器で殴られて割れた頭がドアップで映し出され、終始見るに耐えない映像が続きます。これをあと20人以上、そして動物に対しても同じように行っていたと思うと、正直これ以上見るのきついのでここまでにします。以上のことから、彼らがどれほど悪質で残忍だったか実感できたと思います。動画の最後として、彼ら3人がその後どうなったかを話します。2007年7月23日に逮捕された主犯格の2人は終身刑を言い渡され、殺人に関与してない1人も強盗罪が適用されて懲役9年の判決を下されました。ウクライナは死刑制度が廃止されているため、未成年にして最も重い刑罰を下されたということになります。
終身刑を宣告された二人は量刑を不服として上告したものの、4ヶ月後に確定したことで全ての裁判は終結しました。死刑制度のあり方について一石を投じたウクライナ21事件、今なお世界で最もおぞましい殺人事件の一つとして語り継がれています。今後このような残虐な事件が世界中で起こらないことを、ただただ願っています。はい、今回の検索してはいけない言葉は以上となります。次回で今シーズンは最終回となります。また次の動画でお会いしましょう。